小ぬか山古墳は、岐阜県大垣市青墓町にある古墳。形状は、前方後方墳。不和古墳群を構成する古墳の一つ。大垣市指定史跡に指定されている。岐阜県西部、大垣市街地から北西方の定位段丘上に、築造された大型前方後方墳である。小ぬか山の古墳名は、青墓塾の遊女が化粧に使用した小ぬかを捨てて、 積もったことに由来するという。現在の噴球場は共同墓地として利用されているほか、考古学的にはこれまでに1987年に大垣市教育委員会による調査が実施されている。噴形は前方後方形で前方部を正方に向ける。噴球は2段築成噴球場は100メートルを測り、前方後方噴としては東海地方で最大規模になる。 噴球表面では吹き維埴輪が認められているほか、噴球周囲には集合が巡らされている。主体部の埋葬施設は作兵のためつまびらかでない。副葬品としては明治年間湿度の入分経編のみが知られる。以上より、築造時期は古墳時代中期の4世紀末マイナス後、世紀初頭頃と推定される。付近では、 岐阜県最大規模の前方公園墳である、中半大塚古墳の築造が知られ、小ぬか山古墳は中半大塚古墳と近接する時期の築造とされるが、両古墳の墳形が異なる点、及び両古墳の間には、谷が存在して、造墓基盤勢力も異なる点が注目される。古墳域は1967年に、大垣市指定史跡に指定されている。広報部墳町、 ありがとうございます。